3時間後に、3時間後にはもう死ぬ予定。家まで帰れない。たどり着けない。たどり着かないです。じゃあ結構やっぱそういうあれだよね、なんかこうイベントとかこう人と関わるとこにこう常にこう出てくる感じなんだ ね、 ますね。でもすごい人見知りなので、うん、打ち解けるっていうか、大勢のわーっていっぱいいると、うん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 、隅っこでこう体育座りしてるような人なので、でもなんかそれもなんかまあすごい尊敬してる女の人に、本当にすごい人、自分が本当になりたかった人みたいな、本当に発言力も強いし、みんなからすごい愛されてるし、本当に好き嫌いもはっきり言うし、発言も強い、なんか感情がちゃんとあるっていうか、ちゃんと怒ってくれるし、ダメなとこはダメだよってすごいめっちゃ怒ってくれるし、でもいいところがいいねって褒めてくれる人で、そういう人にすごい憧れてて、その人が言うにはやっぱり自分がきっかけ作らないと何も広がっていかないし、なんか一つでもいいからとりあえずやってみるってことしてみなよみたいなことを言われて、自分でここに立ってるだけじゃ誰も何も与えてくれないよみたいなこと言われて、まあ確かにそうですね、めっちゃずかずか言われてすみません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 って言ってて、もう痛いとこ全部疲れたんですけど、でもなんかすごいその人はなんかいろいろ言ってくれるけど、それでも仲間だし私は大事にしたいと思ってるってすごい言ってくれて、それが嬉しいなって。なるほどね。なんか怒ってくれる人がいるってすごい大切なことだなって。そうだよね。ぐさそうだよね。大事にしなきゃいけないよね。わかる。こう、やっぱ偉いよね。なんかこう、偉いなと。え、タバコ吸っていいもいい？あ、全然いいですよ。うん。すごいライターですね。これ？なんか普通のだろ。あれ？そうそう。刺してるだけ。刺してるだけ。そうか。え、でもそういう人に憧れる理想というか、そういう人になりたいっていうか。そうですね。その人はもう人を助けるためだけに、まあ、会社を設立して。すごいね。まあ、それで本当にいろんな人を助けていってる人で、みんなからすごい。言われていくつぐらいの人？いくつなんだろう、年齢いったら怒られそう。そうか、女性にはやっぱそこはタブーだよね。聞かなかったから。でも結構、人生経験豊富な人で、もう本当に有言実行全部してるみたいな。なんだっけ、コーチングの先生をやってて、人の道を正しい方向に導く人。へぇー、コーチングの人。あ、ポージングか。姿勢ね。コーチング。え、コーチをする。あ、そういう人がいるんだ。私も初めて知りました。へぇー、面白いね。この人に、まあ、合わせてくれたカメラマンさんがいて、どうしてもキリュウちゃんに合わせたい人がいるって言われて、去年のクリスマス、モデルちょうど1周年の時に、もう時間取ってくれたから会いに行こうみたいな、外に連れてかれて、で会った時に、もうなんか見た目からもなんか感じたんです。あ、この人すごい人だみたいなと感じて、でまあその時ちょうどユニット今2人なんですけど、もともと3人でやってて、ちょうど1人辞めちゃって、あ、どうしようみたいになってて、本当に大丈夫なのかな将来みたいな。自分は本当に音楽知識もまだないし、歌詞とメロディーしか書けないんですよ。今すごい作曲とか楽器も練習してるし、まあ、めっちゃうちの豊田っていうメンバーが厳しいので、楽曲をこう一生懸命、音符をめっちゃ覚えてるみたいな、四分音符がこうでみたいな、16連符がこうでみたいなのを教えてもらったりとか、ロジックっていう音楽のやつも全部教えてもらってて、今 Mac を貸してもらってて、一人でよくわかんないけど作るみたいなのをしてて、ドラムのフィルめちゃめちゃだとか、絶対叩けないみたいな。あのワンピースの、あのタコいる。おお、いるいるいる。ハチじゃないと叩けないような作っちゃってる。あれおかしいよみたいな。なるほどね。とか太鼓の達人なんです。あ、そうなんですか。僕はもともとドラムで。マーチングバンドのさ。あ、すごい。とか吹奏楽もやってたし、バンドもやってたしみた
でもバンドマンっぽいですもんね。まあ、バンドが初めて。バンドマンっぽいですか。バンドマンっぽいです。フィリピンの。フィリピンのバンドマン。見たい。会ってみたい。そうですね。だからまあ、うん、ユニットには本当に救われてるなってすごい思うし、まあ、足りない部分を補ってくれてるけど、まあなんかそれも最初は作曲、いや無理無理できないって言ってたし、歌詞とかもメロディーつけるのもいや無理できないって言ってたけど、その高専の先生のことをまあ会った時に、まあでもやっぱりやる前からできないとかそんなの分かんないじゃん、やってないんでしょどうして、それ言い訳だよみたいなこと言われて、はいすいませんみたいなことで言ってて、まあじゃあやるだけやってみようとか、やってダメでもまあそれが経験になるしと思ってまあやってたんだけど、まあそのコーチングの先生は本当にすごい人で、あのそのカメラマンさんのことをすごい大事にしてて、仲間だって言ってすごい愛してるって言ってて、人間的にすごい好きだし、そのカメラマンさんが大事にしてる子だったら私にとっても大事な人だからって言ってくれて、初対面なのにこんなこと言ってくれる人いるんだと思ってびっくりしちゃって、本当になんかその人に本気でやりたいんだったら本気で力貸すよって言ってもらって、でもその時にすぐ言葉が出なくて、なんか迷ってたのか分からないけど、はいみたいなことも何も出なくて、うなずくしかできなかったんですけど、その人と別れる時になんか急にわって己の内からバーって出てくるものがあって、で最後にやっぱり本気でやりたいです、力貸してくださいって言って、まあそれがやっぱり自分ってこれでやっていきたいんだって、人のために生きたいんだなってすごい感じて、まあそこからいろいろサイクルが変わったかなと思う、自分の考え方とかきっかけとかが変わったかな、とりあえず固定概念をなくして一日一日を生きていくことが一歩進むことであるように生きていきたいなって思って、まあ例えば渋谷ってどういうイメージありますか。渋谷のイメージですか。難しいですね。渋谷は楽しいところですね。楽しいところ、はい、渋谷は街って感じ。栄えてる、栄えてる、駅みたいな。渋谷の駅、人が多い、人が多いね、うん、あとこの間化け物の子で爆発した。そうだとかね、はい、そう、なんかそのもともとなんか人が多いとか、うるさいとか、もう人が多いから行きたくないとか、そういうのもある、ギャルがいっぱいいるとか、そういうのを全部一回なくして、新しい気持ちで初めて渋谷来ましたみたいな、自分で改めていろんな景色とか場所に行ってみるとすごい楽しくて面白い発見があって、あ、こういうとこもあるんだみたいなのが見つけられたりして、なんかやっぱり何かに対して固定概念持って、いやこれはこういうところだから行きたくないみたいな、どうせあれでしょ、あれなんです、あれの集まりなんでしょみたいな感じとか、まあ、ここでいたら例えばもうすごい怖い人がやるんですよって、まあ、言っちゃえばあのわーってやってる人なんでしょみたいな固定概念持ってる人もいるじゃないですか。でもそれをまあ、他の人はファッションだって言ってたりとか、自分の生きた証だとか、そういうのもいるわけで、そういう人たちのことを全く知らないままで固定概念だけで、いや無理無理みたいになっちゃってるって、すごいもったいないんだなってその時感じて、だからなんか固定概念を一回抜いてみようみたいな、とりあえず自分が入ってみて、あ、こういう世界なんだっていうのを知っていきたいなと思ってて、だからなんか多分これからもいろいろやると思うんですけど、その延長線上でまあ出会った人たちと一緒になんか作品みたいのを作って、自分がまあ企画者として展示みたいなをしていきたいな、音楽とか写真とかいろんな人を合わせてすごいイベントを組みたいなって、一つの目標ではありますね。なんか目標を持たないまま突っ走るとあやふやになっちゃう気がするので、それを目標にしていろいろ頑張って綺麗ですっていうのを売り出して、発信者って感じだよね、発信していきたいですね、こう
何かをこう電波受信系じゃなくて受信系っぽいんだけど発信系だったみたいな、はい、表現していくわけですね。そう、意外とね、本当に人に考えさせられることとか気づかされることの方が多いので、うん、ないよね、そこが本当ね、私は偉いと思って今聞きながら見習います。本当だよね、本当にそのなんか人から、まあね、まあまあまあね、まあ年取るとね、まあ、さっき言ったその固定概念とかさ、うん、割とねこう固まってくるじゃない今思って、なくそうかなっていう気になったもんね。でもそれは彼女がやっぱ発信してくれるから受け取ってるだけの話で、何も言ってくれなければ、でも受け取ってくれる、うん、そうやってあそうなんだって受け止めてくれるから僕の言葉も生きるんだと思う。そう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 、でそんなんないよ、また偽善者みたいなこと言ってみたいな人もいるし、やっぱりそれを受け取ってくれる人が多分すごい一番優しいんだ、うん、なるほどね、じゃあ私は一番優しいって今ちょっと受け取りましたけどそれがさっきの社交辞令かも。ああそういうことか、社交辞令そういうことぐさー今そっちのも受信してる、預けり体制にいたらもう本当わかんない、やってもらいたい。なるほどな、でも面白いよね、そうなんか言葉でなんかこう何か表現するっていうのって、まあなんかね小説とかもあるけどね、そうですね、何かその物書きもしてたんで、毎週毎日、まあ、最近してないんですけど、うんうんうん、毎日できるだけ9時頃に、うんうん、自分で書いた詩とかをキャスってあるじゃないですか、あれ朗読して音楽として朗読してたりとか、一応ポエトリーリーディングってこういう感じなのだよみたいなことを、まあ、夏目漱石に心をずっと読んでたりとかしてそういうのを広めてったりもしてるんですけど、でもやっぱりなんかなんだろう、受け取ってくれる人がいないと多分なんだろう、なんかその死んじゃうっていうか、表現者として何も発信はしてるけど受け取ってくれる、なんかなんだろう、受け取ってくれる、ボールを投げた時に誰もキャッチしてくれなかったらボールどんどん行っちゃうみたいな、どっか行っちゃうみたいな感じじゃないですか、それの感覚に似てるじゃないですか、やっぱり自分の言葉を受け取ってくれる人がいるから自分の言葉がすごい生きてくるし感情が宿るし、多分言葉としてじゃなくて心としてなんか相手に届くのかなってすごい思う。でもなんかその言葉に逃げたくないなっていうのもあって、すごい人見知りだし人と話すの結構苦手なんですけど、でもなんかそれを理由にいや人見知りなんでみたいので作品に逃げたりとか文章に逃げたりっていうことしたくなくて、人見知りだから人と関わらないっていうことは絶対したくないし、でも人と関わっていって、やっぱ言葉って声から出る言葉って感情もあるし温度もあるし心もあるし、直接会うと表情も見えるじゃないですか、そういうことで、あこの人の言ってることってこういうことなんだと思ってもらったりとか、やっぱメールとか電話とか、ツイッター、LINE とかで温度も感情もない、ただの文字として認識されるから、やっぱり相手に届くことって少ないし、音楽も、まあ、心を動かす音楽もあるっちゃあるけど、そればっかりに頼ってて生きるっていうのもなんか違うなってすごい思うんですね、うんうんうん、音楽は音楽でしかないし、うんうんうん、写真も写真でしかないので、うんうんうん、写真は写真の世界があって、うんうん、それに引き付けられるものがあるから、うんまあ、みんな好きだし、音楽も音楽で音楽の世界があるからそのみんな引き寄せるだけで、実際人と人って会った時に、うんうんうん、それが本当に成立するっていうか、うんうんうん、音楽好きだった、うん、歌ってる人も好きみたいな、うんうん、今白熱してきたのにこれ今第3部3部です。本当早いね早いね、今いいところだったのに次第4部、あやべ、私あんな説明するの忘れた、次のお友達紹介の話でその